はい、どうも皆さん、おはようございます。レフトハンドチャンネルの鈴木拓也です。本日はですね、朝8時からヤマト運輸のですね、営業所に直接、メルカリで、出品する、商品ミスラケットをですね、持ち込んでですね、そこで配送の依頼をねしていきたいというふうに思っております。次にですね、先日僕が出品していたテニスラケットがですね、長いそのお客様とのやり取りの中でお客様にこう納得していただいた上でですね、購入してもらうことができました。結構長い間出していてもなかなか売れなかったものなんですが、たまたま結構コミュニケーションを深めていく間に契約成立まで持っていくことができまして、で、なんとかですね、無事今日持っていくことになります。で、僕もそうですし、すごく体調が最近悪かったんで、どうなるかなと思っていましたけれどもね、普通に何の関係もなく売れました。ただ大きい商品だったんで配送料がかかるということで、あんまりこう売ったその値段に相応の、売り上げのその自分自身に戻ってくるその額は少なくてですね、ほぼマイナスに近いんですけれども、とりあえず売れたというね、それだけでも大きな収穫かなというふうに思います。はい、で、あとはまあ、あまり天候がよろしくないので、意外にも雨が降りそうなのでウーバーはいけませんけれども、なんて言うんだろうな、なんとなくですが、今日は一つ思ったこと、最近のオナニーの頻度傾向として思ったのは、あんまりいっぱい出すと逆に合わなくなるよっていう、そういうことで、昨日のオナニーがですね、本当約最後にやってから9時間後ぐらいに出したもので、出した量も結構少ない感じだったんですけれども、でもそれでもなんか一致した感じっていうのが今日はあって、ちょっと出すぐらいの方がむしろ生理周期のその問題が合うような感じがします。なんか確かにいっぱい出すと気持ちいいっていう噂がありましたけれども、逆に僕の場合はいっぱい出すと合わなくなる。何でも、ゴミ出ししても何でもそうなんですが、合わなくなることが多くて。だから僕はそのちょっとのそのありがたみを感じて、こうぴったり合う感じをですね、実感した方が、よりこう日常が楽しくなるなって、そんなことを思った次第ではあります。はい。意外と盲点ですよね、そういうところって。今日も朝からね、またコーヒーをね、飲んで、ちょっとね、目覚ましをしているところなんですけれども、ただ、アンヌも言うように、いっぱい出したとしても、じゃあどういうふうにしたらそれでうまくじゃいくのかっていうことをですね、改めて考えてみると、キムチっていう食べ物があるんですよね、そのね、一つとして。で、キムチっていうのを普段から食べてると、その嫌な耳鳴りのようなものは聞こえなくなりますから、仮にそのオナ禁が続いていっぱい出したとしてもですね、そのキムチさえあれば問題はないという、そういうこともありますね。真面目に僕はそのそのマサヒロウイルスの影響を受けたんではないかといろいろ考えて、今のその自分のその耳鳴りの問題っていろいろ思ってましたけれども、ただ何度も言うようにお風呂場に入った時にですね、そのうんこが落ちていたなんていう、そんなエクスペリエンスはなかったわけであって、
常に清潔な状態をですね、僕は共有していたわけですから、そんなちょっとね、蛇口に触れた手なんて、それがですね、性器に触れた時点でそんな問題はなかったはずなんですね。そんなことも最近は思えてからは、割と、やっと逃げ場所ができたなっていう、そういう感じを持ちました。で、今度ね、そんなことを考えてるうちにですね、世の中では、自民党や、立憲民主党や都民ファーストの会とか、いろんなところからですね、その選挙活動なんかで忙しくされてますけれども、相変わらず僕は、親から言われた、その自民党の方の方に票を入れる予定ではありますけれどもね、僕の生活満足度というものは、そういう自分のその生理周期の問題ばかりの考えていて、本当それどころではなかったんですけれどもね。ただ徐々に進化をしてきたなって思う。で、リアルにやっぱりその AV のそういう、ああいう世界観とリアルのそういうね、生活っていうものは、やっぱりそんなに関係ないというか、そういうところがあって、あんまりその AV の世界なんかを鵜呑みにしない方がいいなって、それはつくづく感じましたね。そんなことを思いながらですね、いたということです。では、ご視聴ありがとうございました。